意図的にちゃんと意味のある占いして、役狂人み職たいをなお人選占びってくもだしょうさがい。ないだろ選う。マ択ジでし不な思い議場なんだ合、よな。なん余かっの意図ていがるない役限り職がは、ランダムで振り分けられまちゃす。んと占いを考えてほしいんだけど。あなたの役こっ職ちとしはてデータが落騎ちねえ士んだよな。まったでくもっす。て。夜が更けました。人狼に気をつけてください。霊能精査ちゃんとつけてほしいわ。霊能精査をちゃんとして、そしたら勝てたじゃん、余裕で。ちゃ夜んとが明け信ま号し残た。せれば。狂人残してんだ昨夜はもん。そ誰れもを死決にめま打っせんでてっして、た。一番や発ばいだ言ろターンうよ。に入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、発言精査しましょう。はい、そうですね。すら、まあ、やめましょう。意味ないので、濁りますよ。はい。そうですね。訳すら。そんなんで平和村作って勝って何が楽しいんですか？はい。つまんないでしょ。格好悪いっすよ。誇り高くやんなきゃ。狼が強い盤面でこそ勝つんですよ。アーマーですから、いりませんよ。はい。優秀だったら噛まれますよ。そうですね。続いて、そうですね。二日目、三日目、潜伏、やめましょう。やるべきことはやる。出るべき人は出る。当たり前にやらないとゲーム進行ができないですよ、うまく。いつも見慣れてるちゃんと進行方法させるってことですよ。自分一人よがりじゃダメなんですよ。周りがいてゲームは成り立ってますよ。定石通りの進行する。以上です。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、特に進行論ないです。違うな。特に CO とないですだね。進行論については、まあ8番とほぼ同じかな。なんかムラスラとかね、この時間精査するのめんどくさい盤面作んないでほしいなって思ってるのと、ちゃんと役は出てほしいなってところかな。二日目以降になんか霊能出てきて、縄足んないじゃんっていう盤面になるとめちゃめちゃ弱いと思ってるから、もう二日目以降に霊能とか出たら二席目打つんで、しっかり初日に出てほしいなって思ってますね。まあそれ以外のグレーについては基本的単体精査で要素を拾っていけたらなって思ってます。1番のプレイヤーが発言します。どんな風な要素？で、ほんで8番と一緒だ。出るべき人は出ろって言ってんのに自分の役を開示せへん8番と一緒な。俺は騎士も霊能も初日に出るべきだと思ってるんで、スムラス化しますね。9番シャンも8番シャンも出るべきやつは出なきゃいけないと思ってんのに役職つかさないんですね。不思議なこと言ってんな。ここ不思議だねがおったらこれモンスターボールから出てくるの嫌がるぐらい不思議だねって感じですけど。ボールの中で不思議マナまで成長しちゃうんじゃないかなってぐらい出てこれないですよ。8番シャンや9番の発言聞いてたら誰不思議。2まあ、番さっきのデータのプ上レイヤーがは発言します。何なんだろうね。はい、占い師です。占い師、ランダムで3番さんにしろ、3番さんにしどっろ、ち把から握おだ？願いします。で、進行論としましては、まあ一般的なやつ、2、2番目な、2、2番目釣り切り、てかまあいいか。霊能は初週別に潜伏してもらってもいいですけど、2週目の段階でポッて出こてんほちしいではら。す。で、霊能3になったらロラします。占い3仕様になってもロラの進行で、平和村になったら騎士だけ出る。で、2仕様になったら騎士は任せます。はい。3仕様は潜伏。で、グレー精査。まあ、精査っていう精査はまだできないですけれど、どうしようかな。まあ、霊能が出て騎士が出るか初出日ないからか。占まあ、い基本的に僕ないは潜初日伏でかいい。らまあ、2仕様でも潜伏でいい。平和村だけ出てほしいの。で、騎士が2仕様場面とか出てこなかった場合は、まあ、打ち詰めもありかなと思ってますね。はい。まあ、それは冗談ですけど。はい。三四郎。3番のプレイヤーが発言します。
はい、よろしくお願いいたします。いらない位置は1番と8番かなと思ってる。1番と8番は、もはや、なんだろう、狼を見つける気がない。うん。8番に関しては、盤面ばっかり。防衛本能マックス、もう8釣り。1番さんに関しては何を言ってるのか、わけわかめ。もう1釣り。もうどっちかでいいんです。2番に関しては、対抗、対抗とかって言ってるから、もはや死んでおけません。そんな感じです。で、3番さんにしてるでしょ？あ、3番って俺か。今ね、糖質ダイエットしてるからね、すごいむしゃくしゃするんですよ。俺の票が入るからね、精査しないと。まあ、なんか、片白だからって言って余裕ぶっこくなとか、あぐらかくなかってよく言う人いるけど、俺はそういうわけじゃない。狼を釣りに来てるから、おかしいことを言ってる人はいらないの。だから1番と8番さん、さようなら。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い、九代です。九代、八番さんが言うてることおかしいよね、うん、初日から狼有利にしましょうって言うてるんだよ、うん、9番白刺さってるけど八番さんにそれ指摘しないんだって思って、うん、9番教授あんのかなってワンチャン思っちゃいましたけどね。ね一番さんはその辺指摘できたところいいんじゃないですかって三番さんに対しては思いますけどもね。八位の指摘だけはマットで、二番さんに関してなんだけど、二番さんってもうすら確定にないなって思ってます。はい霊能がどうちゃらこうちゃら、カリオとかどうちゃらこうちゃらって指摘してる、これは二番のすらはないなと思ってます。なんで二番は確定人外です。はいどこですかね。八釣りって形に関しては3番と1、1はもう外し。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。ナビット陣営です。なんか私が8番さんのなんか言ってることがあまりよく聞き取れなくって、なんかスラとか普通にやめてとかそういった発言は聞き取れたんですけど、その人外有利でみたいなことは言ってたけど、その意味がよく分かんなかったって感じです。で、だから、いまいち精査が追いついてなくて、24に関しては、まだ本当分かんないかな。なんかその4が言ってる8への指摘が、私はちょっとよく理解できてないっていう感じです。で、まあ1番さんは、8級の話をあまり汲み取れてないなと思っていて、なんだろう、8級ってどっちもなんか役が普通に出てっていう発言をしているから、そのなんかスムラを透かすこととはまた別だと思ってる。プロとかしないでって。だから1はおかしかなと思う。6番のプレイヤーが発言します。はい、霊能修行です。霊能です。この中では全員黒いんだよな。八幡さん、キーバさんも白つけれなかったし、生さんの中で4番さんは、対抗の人に対してしっかり言うところは人外。だけども、守りに、キーバさんも守りに行ったんかな、みたいな雰囲気あったし、5番さんはね、5番さんで、ヘイト、をライン繋いで守りに行ったように見えたから、5番さん4番さん叩いたんだっけ？すいません。ちょっと、そんな感じに見えたんだけども、現状ね、5番さん借りてもいいかなと思ってる。発言的には発言、8番さん、もし伸びにくいからね、8番さんっていうのはね、5番でもいいかなと思うけども。7番のプレイヤーが発言します。んいやいや、5番以外だろ。どう考えて。5番の言ってることが真っ当でしょう。1の8、9殴りが不当で、濁る行動をするなっていうのと、スムラを透かすのは全く別次元の話だ。もう5番の言う通りですわ。8、9っていうのは、霊の占い師は出ろっていうことでしょ。で、騎士のことを考えたら、やっぱりスムラスカルスのは、ムラリがないと思ってます。で、4番が偽でしょ。9が8に突っ込まなかったから、狂人っていう精査がもう偽物でしかないと思いました。だからもう4は絶対偽。2が真。
で、5番を釣りをする6、あ、だが、まあ5番以外でいいや。6、6、1、どっちか釣りたいね。まあ9も白くないけど、囲いに行った可能性もなくはないけどね。8番のプレイヤーが発言します。あの、6番って例のだよ。その1点除けば今日1でいいよ。うん、1番行くしかないんじゃない？うん。7番の頭の中では4番を偽と見て8番を釣りをしてるから8がないってことなんでしょ。うん。6番一応例の把握漏れてるのかわかんないけど。まあだから1か5ってとこでいいんじゃない？ 2 番か4番の。うん。取ってなければ3番でもいいよ。うん。まあ、そういうことだね。餌能力がないんだから消えてもらってもいいよ。うん。3番が1いかないんだったら責任取ってもらうよ。うん。そうだよ。うん。役を守れない場合には3番な。責任取ってもらう。1番を必ず釣りなさい。あ、偽物。3番偽物。3釣りね。3番釣り。すらしたら3番釣り。はい、すら、3釣り。3釣りして。3釣り。うん。3番釣り。騎士権限、3番釣り。うん。246。24は入れろ、3番に。うん。守り放棄するぞ。3番だ。2番も3番いけ。三釣りな。騎士を炙り出してる狂人の可能性がある。だから3番から行く、投票は。いいよ、別に7番も5番も、1番も置いといていいよ、3番。3番が色が黒だったら、その時点で終わるから、3釣り。うん。思いがない。うん。3釣り。3番確定人外。3釣り。うん。そこでいいよ、3番で。いいでしょ。うん。グレーンメンバーその代わり、他の3番以外の考察はして、2番、4番の精算を。3釣り。騎士権限3釣り。以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ3釣りでもいいけど普通に1落としたかったけどな。何言ってるか分かんなかったから。まあ7番が5番をはじく目線は良かったんじゃない。霊能の把握漏れはしてたけどって思った。うーん、3番ね。3番でもさ、八目線、まあいいか、いいか。妊娠で見てた場合、三手白だからなって思ったんよ。四偽で見る構図だったら、まあ、別に守りは三択だから、別にそこにイライラすることはないから、真の可能性がある人とか、霊能とか守るだけだから。村がグレー来たかったらグレー行けば。いや、私、1番扱いどうするのだと思うな。7番が5番弾いてるでしょ。私、5、7から黒い人拾ってないから、1、3、どっちかって思うけど、妊娠に見てるから1しかないんだけど。1番のプレイヤーが発言します。はい、この村に名前を付けたいと思います。村人陣営の中に嘘つきがいる村。こうしましょうか。まず出るべきやつが出なきゃいけないと、初めから発言の内容を残し、出る行為を捨てていた8番ちゃん。もうリア強でしょ。で、9番ちゃん、8番の発言の内容が正しいと思っているにもかかわらず、自分の役職を明かしませんでした。リア強でしょ。5番ちゃんは1番が9番と8番の発言の内容を汲み取れてないとか言ってましたけど、あなたです。汲み取れてないのは。8番と9番は出るべきやつは出てこいという発言の内容を便乗して乗っかっている人物ですので、自分たちが役を持ってるか持ってないかをちゃんと言うべき人物でしょ。それに指摘してる1番の発言が、ちゃんと分かってないとか、汲み取れないとか言ってる5番ちゃん、リア教でしょ。で、その発言の一番おかしかった発言を5番ちゃんがしてるのに、そこを評価してる。一番真っ当だと評価してる5番、あ、7番ちゃんか。7番ちゃん、リア教でしょ。わかりますか？知りましんぼきは。俺釣ってくれ。もう。考えたくない、この村で。気持ち悪い。キャー、気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。新騎士の8番と色がわからない。この中に絶対に村が混じってる。9番と7番と5番の中には絶対1人は確実に村がいましゅ。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。ああ、あのさ、1番何言ってんの？出るべき役って騎士が出るわけねえだろ、その村で。何考えてんの、この人。はい、まあまあ、8番さん視点で、まあ、3番さんを釣りたい。まあ僕視点の話で3番さんが狂人で炙り出した可能性はもちろんありますけれども、まあ3番さんが村でやってる可能性も全然あるとは思ってます。はい。
1番目において騎士はまあセオリー上は出てくるべき、まあ出てきた方がまあ僕的にも占い値は減るし、まあ3番さんがそういう意図でやったかも知らないですけど、3番が強靭で単純に炙り出した可能性あるかもしれないですけど、今日3を釣っても何も情報落ちないし、3が村に行った時はもう破滅ルートですね。はい。だからまあ6番さんがまあグレー詰めるべきか、3に行くかっていうのはまあ最終取りまとめしてください。はい。別に3全然健常してもいいですけど、明日きついだけです。3が強靭じゃなかったら。で、グレー詰める場面においては、まあ1番さんは落としとかないといけない位置かなと思うし、3が強靭じゃないんであれば1番さんの強靭も全然あると思ってますし、まああんまり狼っぽくないなと思うけど、別に村弾きはできない位置かなと思ってますね。はい。で、7番さんが5番さんに対して、まあいい思考を持って、まあ5に対しての精査はいい思考を持ってるなと思ったけど、正直色落ちがしづらい村と思ってるし、7番さんがただ真っ当なこと言ってる狼っていう可能性もあると思ってます。で、5番さんに関しては、まあ、5番さんに関して、まあ、まあ、7番さんは5にとった要素はおおと思ったけど、僕はまだ5番さんに対しての色精査できてないし、なんやったら色って投票とか占いに対しての精査から見えるかなと思ってます。だからまあ2周目。はい、どういうふうに映ってるのかってのを聞きたい。で、4狼軸の時に9の相方は全然あると思ってます。はい。そんな感じ。進行は6に任せる。3番のプレイヤーが発言します。単純にさ、8番って騎士持ってるんだったら、その発言って CA をしてからやるべきだと思ってるよ。ムラリがないんだって。その後の9番さんの発言とかを込みして考えてないよね。で、別に俺片白だし、みんなから疑われてもなかったから、白弾きされてたと思ってたからね。だから、騎士って出た。で、8番さんは出るべき、これって。一つリーチになるからね。うん、もうとっととね、ああ、まあ、狼に言うけど、8番残しとけば3番に縄が届くよみたいなこと言っておいてあげるよ。うん。こういうね、思考ロックの人って、ね、一生取ったから、もう安心して8番さんって感じ。9番がもうマット、絶対黒じゃないと思ってるレベルだと思ってる。まあ、8番のね、ポンコツに言った通り、あの、ポンコツじゃない、8番さんのケースにね、言った通り、いや、俺を守らなくても3つきますよ。身を信じて見てるんだったらっていう、もう9番時点を守っても3つきますよ。4球とかで強靭と見てるんで、4球9ロとかではないと思う。大丈夫です。グレーから行きたいっていう進行通り。2日目は行かないですよ。確定陣内の3番行きますよ。大丈夫ですよ。残してくれても3番行きます。まあ、ディズニーっぽい発言してたけども、はい、狼だったらやらなそうだなと思っているが、仮に24が新強だった場合って、初日に、黒結果が連れても強い盤面になっちまうから、正直その行動は何なのかって感じ。5、7に関しては、2周目かな。5番さんちょっと触りつけたし、7番さん把握漏れてたしって感じかな。釣りは飲みません。グレーから行きますけども。4番のプレイヤーが発言します。いや、5ならやばすぎでしょ。特に7番がおかしい。うん。5番さん1周目行ったの覚えてる。8番さん、9番さんが何言ってるか分かりません、つって。俺8番さんに言ったのね。8番さんが取ろうとしてる進行って、狼有利で行きましょう、つってるの。なんで普通に村で。勝ちに行きましょうよって。おかしな発言してますね、8番さんって。5番さんはその指摘、俺に対して言ったんですよ。4番さんが何言ってるかわからない。8番さんが何言ってるかもわからないにもかかわらず、俺の精査に対してぶったたいてるんですよね。だから偽やって言ってるんで、5番さんがね。それに対して7番さん、5番さん白い。何よそらと思って。うん、5番さん、どす黒い。7番さん、過去に行った強靭か、5な、全然両方ともあると思っています。簡単な話。5か7に釣り縄をかけるって進行6番さんに提唱します。6番さんが飲めないんであれば、3番さん行きましょうか。それでもいいですけど、俺は5か7に手をかけるべきだと思っています。特に5番さんです。で、占い先はおのずと1か3で、1か3で固定されてきます。2番さんってそういう視点なかったよね。あなた今日さ、グレーって話したけどさ、グレーだったらさ、5、7でしょ。うん。だから、占い先っていうのは2番さん目線ってさ、9番さん、1番さんってさ、もう精査しなきゃいけないんだよ。うん。まあ、1を占うか3を占うか俺は伏せておきますけど、俺は今日絶対5行きたいかな。まあ、6番したいだね。5番のプレイヤーが発言します。はい。
私、1周目で4番さんを叩いた覚えはなくて、4番さんの言ってることがあんまり理解できなかった。でも5の話があまり聞けてないからこそ4番が5番を叩いているのがよくわからないっていう発言したから、別に4番がおかしいなんて一言も言ってないので、すごいなんか4番さんが過剰反応してるように見えてて結構二線に感じている。で、4目線1って気にならないのって普通に思ったかな。なんか1周目に関しても結構なんか8と1にフォーカスが当たって、なんだろう、3番さんとかが81のことをなんか言ってたけど、1のことは特に触れてなかった気がして、8について触れてて、なんか1の行動ってまあ狼っぽくはないんだけど、結構41もあるかもなって思っちゃったから1に入れたいですね。7番さんに関してはそこまでその把握漏れ以外はおかしいところは拾っていないし、目線が同じだったから、なんだろう、なんかシンプルに41だと思うんだけど、もし違ったらごめんなさいって感じですかね。9番さんについてはそこまで、なんか2が真に見えるっていう視点はわかるかなって思ったくらいで、そんなおかしい、怪しいところは拾ってないって感じですかね。はい、実ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、僕的にはその視点が違うのが5番さんと7番さんで、なんでかっていうと、8番さん9番さんっていうのは初日の1人目2人目の段階で役職をあぶり出そうとしてるっていうところが村目線ではないのかなっていうのは、村目線だったらいきなり役職使用してほしいなんて思わないような気もするっていうか、釣られちゃうからね、岸さんとかが。3番さん、8番さんの欄っていうのは、すごく難しいし、まだね、精査つかないと思ってる。だから7番さんは5番さんのこと怪しいと思わなかったんだよね。で、俺は霊能使用した上で、5番さん怪しいって言ったんだけども、怪しくないって言ったから、視点が全然違うから今日7番さんから言ってもいいのかなと思ってる。7番さんが、俺は どうしても嫌だって言うんだったら5番さんかなと思うな。1番さんに対しては、みんな、何か言いたいことがあるかもしれないけども、一番さんっていうのはうんざりする必要ないんじゃないかなと思うな。巻き返してなんぼだし、ゲームなんだからっていうのがあるの。4番さんの方が言ってることはしっくりくる、死んだよねっていう気持ちがあるかなって思っちゃうんだよな。だからね、38精査は難しいけども、7番さんと5番さんに対しては精査が違う。7番さん、またさらに精査が違うこと言うんだったら、まだね、俺と意見が割れるなら7番さんからでもいいかなと思う。で、5番さんを釣りたいって言い返すなら、5番さんがなんでかっていう。俺は初日、8番さん、9番さん、役職あぶり出したと思ってます以上。7番のプレイヤーが発言します。例の把握漏れはすいませんが、相変わらず、無視していいと思ってます、この霊能師はね。完全にスライドしてますから、8番さんが新騎士です。その把握漏れによってチャラにしてください、6への把握漏れは。で、8番さんはここはグッとこらえて、位置釣りでお願いします。全員位置釣りで。まあいいよ、1番で。1と4が確定で、3番釣ればいいから。そこまでは分かってます。で、予想ですが、多分ライン切るしかなかった。村だったら消えればいいんだよ、1番さんも。君たちの方がもうゲームプレイヤーじゃないんだから、つってあるよ。まだ。だから1つで3するから。で、あと残ったメンバーで殴り合わせる。標準がどっかにいたら、じゃあ1番さんの方が悪いじゃない。心の感情も入れません。いいよ。7、5するぐらいなら1するを。5、7、8で一番投票しましょう。見えてます。聞きたくもないんで、遺言でもう、遺言でしょ。話してください。3強、1、4、6っていう可能性もなくはないんで、今日は全員1に入れてください。1でいいっすよ。この占い精査すらできない、霊能の言うことはもう聞かないでください。占い師は、2000%4 が偽ですから、57じゃなくて1、3の択だろうと、お金でも村にとっていらんのは、まあ、ローを狙うという観点はまあ、あってかもしれないけど。1投票お願いします。で、2番、チームプレイをしてないやつなんで、価値がないんだよ、この村に。チームプレイしてるやつは、6か2は8番さんにお任せします。全プレイヤー計算ができないやつは残ってるのも役に立たない。2番さんはいらない。
チームプレイができないは生産ができないな。うん、ただ、どういう風に7番をしたから7番が釣られるのか。1番はまずいらないから釣る。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番の遺言を発表してください。いや、もうこれ2番新切りでいいでしょう。98257、ちょっとごめんなさい。ルームマスターとしてもそうですけど、僕1プレイヤーとして言わせてもらいます。98257の村側の人。何回目かな、これ。占い心境で。多分、記事4万超えした方がいいレベルでしょう。6万超えでボケの白結果でもいいですけど。霊能が一角、騎士が一角してる場面で7番が言ったのは強人落としですよ。他のグレーに狼がいる可能性があって、2番ちゃんと4番ちゃんが占いで進路だと思っていて、1強だと思ってんのに、4能1強だと思ってる7番が1番落としですよ。霊能一角で。白落としって言ってるんですよ。1番さん。荒しか人外確定でしょ、7番は。反省すればいいんじゃないですか。おい。心に。いや、ごめんじゃなくて、申し訳ございませんでした。初日から出る役って、すみませんでした。占いと霊能で騎士は初日から出ないんですよ。はい、一番さんが荒らしてんの、荒らしプレイヤーじゃないですか。今の一番さんも暴言吐く、津村 CEO 初週からして騎士が出ろっていう。すみません、一般概念で言うと、一番さんって、一番さんは他の人を言う権利はないんじゃないですか。近くで知ろうとしたいって言ったら7番が村に見えたやつ。キモ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 。いや、一番のはいらないから、邪魔だったからやっただけですから。はい、で、4番を守んないです。1番嫌いだから4番守んないです。はい、はい、噛まれりゃいいと思ってるし、はい、4番が3番釣らない思いなんかないやつはもういら守んないです、はい、6番も3番釣らないやつなんて守んないです。騎士は3つってんだから3番いけないんだったら守んないっすよ。はい。はい。もう当たり前っす。2番だけは唯一4もできるから。4番も6番もいかなかったから。だから守りません。昨夜は1名の方が亡くなりました。89番のプレイヤーが発言します。これで3番ぐらいなってんだね。どこに芯があるんだよ。今日3釣りだよ。もうどう考えても。どう考えても3釣りだよ。5か7。ラストウルフ。探す気ねえだろ。5番か7番しかない。3番って強人だろ。もうどう考えてもいい。これ、ローだと思ってる。7番さんの素人しか。ただやばいと思うよ。もうこんな占い。もう占い師が真面目にやってねえんだもん。占い師が。7かなと思うけど。あれ見てローだと思ってんの？もう俺信じられないんだよ。霊能が全く話聞いてないからすげえ頼りないんだよね。だって昨日2周目8番9番が役をあぶり出そうとしてるのに、そこに印象いいって言ってる5、7がおかしいって言ってたけど、8番、9番って、初日ちゃんと役出てね、2日目に潜伏とか出ないでね、村すらやめてねしか言ってないから、別に5番、7番が8番、9番に突っ込むところなんてないから、6番は1回精査を改めた方がいいよ。いや、4番、2番。4番、2番、発言的には、昨日の時点では2の方がしっくりきてるんよな。それはでも1周目の話で、2周目はね、ちょっとわかんなくなったけど、5番、7番で言ったら、7番が1番釣りを押す。まあでも私も1番を落としたいなと思ってたんだよね。普通にゲーム進行するなら1番って邪魔な存在だから。わかんない。発言聞かないとわかんないや。今日は白結果だから。霊能が1点合ってんのはロー狙いだよ。1点合ってんの。5番か7番にロー狙いだから、ロー狙いは1点合ってるよ。うん、だから、3番の強陣釣ったらいいじゃん。で、色結果見てから精査しないって言うだけだから。そしたら最悪ロラできんじゃんって思ってるんであれば、まあ、4番さん狼の相方軸は、おおむね5番さんかなと思ってますけど、まあ、7番さん、例えば4、7狼で7番さんが 2000% やったっけ ?2000% なんか。2000%2 番が真って言いながら今日2番に入れてくるようであれば、
まあ、4-7ローもあるかなと思うけど、4-7ローで、さすがに、まあ、昨日の段階であそこまで2の新芽を上げることはないかなと思ってるので、おおむね4号かなと思ってます。はい。で、何か言おうかな。1番さんの投票よりはいいか。はい。まあ、1番さん、ちょっと1番さんに言っときたいのが、まあ、1番さん走らされてて、釣られて怒るっていうのは筋違いかなと思ってます。はい。で、まあ、4-7もまた別に消えはしないけど、4番さんに聞きたいのが、4番さんって昨日5-7、5-7から落とす際し、5-7どっちもあると思ってる。まあ、多分5-7に狼道を補足してるっていう言い方してたと思うんやけど、5-7どっちか落として、1さんを占うっていう、まあ、その発言から4番さんの2攻めを追ってほしいのと、6に4が新目って言われて、2が2攻めって言われてるけど、それが何か全く分かんないです。6番が5番7を、5番7番を愛し虫さんもどうぞご勝手にって感じだけど、8球に関しては初日、スムラを透かすような発言はしなかったと思ってるし、役をあぶり出すような発言はしなかったと思ってるから、まあ、9番さんの言ってる通り動けないだけと思う。で、4番さんほぼ狼と思ってて、1か3、まあ、占い値を明言してることから強靭っぽい動きではないなと思ってます。今日4投票お願いします。岸越え、あ。3番のプレイヤーが発言します。これはね、割と占いが進路で9番さんが強靭なのかなと思ってるんだけど、9番目線って2、4の占い審議あれだけつけてたのに、今日になって、あ、5、3、9が隠し6あって、じゃあ5、7にウルフかって。まず、2、4が新境で5、7ローローっていう視点もなくはないじゃん。それって1番の遺言を聞いて、1番が強靭で落ちてない限りは、その発言があってもいいと思うから、9番さん多分強靭なのかなとかって思っちゃったりした。そう考えたら2、4は進路だから、2、7ローローなんじゃないの？てか7番さんに入れたの誰？ 1、6、4。ほら、2、7ローローじゃない？うん。評価集して、2番さんの発言はもう OK だから、4番さんはあんたが死んだったら、もう俺は隠しのなんだから、評価集して、まあ、評価集されると、ほいほいついていっちゃうタイプだから、だから、ね、よく騙されてさ、21歳の時にネズミ講で100万円も借金しました、まあ、それは関係ないんだけど、8番さん、今どんな気持ちですか、隠しのなんだけど、やめてくんない、本当に、思考ロッカーって最悪。1番で強靭は落ちてるとは思わない。今の9番がもう本当に強靭構造でしかなかったから、27ローローで提出します。でも4番さん、俺のこと評価集してくれなきゃ絶対票獲得できないよ。まあ、とか言いつつもちゃんとね、考察するけど。まずさ、だってさ、確定役職の6番に殴る必要なくない ?9 番さんが。だから強靭、絶対。そう。霊能がポンコツなんだからって言っちゃってる。ポンコツじゃないもん。4番。のプレイヤーが発言します。6めっちゃ的確だよ。で、占い師として隠し手が2つできてるんなら精査しなきゃいけないのは5番と7番、ここに少なくとも1ウルフはいるわけじゃないですか。7だと思ってるけどね。今田さんが提唱する4号ってつながれますか？はい、毎度思うんだけど、その隠しのマシーンって何なんだろうな。真の占い師の隠しのマシーンって毎度思うんだけど、囲ってるって思ってんの？その人が毎度毎度囲うと。隠しとかやったら、こんなデータ入ってんだったら、まだしも、大体囲ってると思ってる。で、結果参照って一回で囲ってないケースの方が確率的に多いと思うんだけど。今さんが提唱してる。隠しろになるだろう、大体。4番さんの偽要素を。強人が、6番の対抗で出てないから、強人がいるかもしれないだろ、3級に。とは思わねえんだろうかな。1か3を。だから5番か7番の色付けっていうのが大丈夫だと思うけど。どこがですか？どっちも。無駄に発言伸ばしてるだけ。どっちも何のために伺ってんだろうね。はい、5番、7番。1で死ぬ結果が出てる。多分ローなんだろうけど。そっから5と7の精査引っ張っていくのが真の仕事でしょ、占い師は。うん。7、1。比較したらどっちが黒かった？昨日の段階。3番釣れば4だったんだよ、別に。あたおかでしょ、昨日1に入れたの。まあ、アドバイスならもう3番釣ったら7番。3番釣ったって釣って占わせればいい。色が見えてた7番。強靭じゃなかったら負けでいいんだよ、もう。うん、こんなプレイしてんなら。大丈夫。裏でやってんならもう反省しろって話。9番さん。うん。本当はそういう強靭かもやってほしいところだけど、ね。止まってくると、2、7。ああ、疲れたね。まあ、3、7はちゃんと5、7、2に使い切れば勝ちですんで、7から言ってくる。5番のプレイヤーが発言します。はい。私目線の7番さんが核人外人狼なので釣りたいんですけど、釣れないから、
いいかなと思いますね。昨日の時点で47ローの場合って4番さんが7番さんに投票はさすがにできないと思ってる。で、2が、まあ、連能が57の乱みたいなことを言っていて、で、2が1に投票したっていうところから、まあ、27でしかないかなって思ってて、なんだろう。昨日、あんまり7番さんのおかしいところって拾えなくて、視点は合ってたから、あんまり黒要素という黒要素が挙げれなかったんだけど、これで47だったらめちゃくちゃすごいレベルですよね。で、2番さんの言ってる、2番さんがどうして7を省いたのかが、7と5の差別化が分かんなかった。6番のプレイヤーが発言します。まずは、俺が無能じゃねえってことね。1番さん白やったんや。で、俺は5番さん7番さん対して怪しいっつった。6はね、黒狙いだから、7と5、7で言ってるのは、ね、黒狙いなら6は合ってんの。7番さんがね、俺は強靭みたいなやつを連れてってんの。結局は票入れればよかった。後で占わせりゃいいだろっていう。で、7番さん白だった場合に、1番さんと5番さんの精査になる。その時に5番さんの方が黒くなる。色味が見れるから。だから6は別に悪いわけではないんで。それでまだ分からなかったらおかしいよって思うんだよ。考え方の違いだよ。黒狙いだよ。27でいいんだけど、今日2番線行くよ、一応。9番線は絶対に変なとこ入れると思うから、3番線の票が入ってるから、俺は2に行くんだけども、5番線もね、まだね、ちょっと弱いんだよな、まだね、やっぱり。全然あるよ。47だったらやばいよね、みたいな変なこと言ってたからね。そんなわけねえもん。47は絶対ないよ。なのにそんなこと言うんやって思ったな。で、7番さんそれに対してどう思うのかな。よっぽどおかしくねえ限りは2番さんに行くけど、7番さんがよっぽどおかしいこと言ったら4番さん行こうや。47なんて絶対ないからね、5番さんが言ったような。それならすげえみたいなこと言ったけど、本当にすげえや。で、俺が言った、ちゃんと1番じゃなかったってことは謝ってくれ。1番さんと俺に、ごめんじゃなくてすみませんでしただよ。それは一番さんに対して言えよ。一番さんすいませんでしたっていうのは。え、俺、ロー狙いじゃない。もう。まあ、七番さんや。教授でもいいから、別に言ってるだけだから。まあ、まあ、その言い分でしっかり決めた。俺は二番さんの話だから、ロー狙いじゃないから、謝りてもなさらならないけど。はい。何がすみませんでした。それは一番が教授じゃないことが確定しても、俺は、そういうゲームやから。君ら間違えて村人釣ったことないんか。自分のセンサーに自信を持ってるから謝る必要なんかないんだよ。まあ1が、1か3、どっちが強靭かわからんけども、まあ1、9が隠しろやろ。だから5が黒。もう俺は4番 2000% 偽やって言ってるから、それは変わりません。ただ俺がどんな発言したって俺を黒視してる6番の票が2番に行くんでしょ。もう2、5のライン切り。いう可能性もあるから2番入れたらいいんじゃないの。俺はもう占い精査は初順でついたから、だから4にしか入れへん。3ぐらいなってる占い師が死んだと思ってんのかなっていう不思議なんだけどね。まともにゲームしてほしいけど、57精査でもいいぞ、まあ、6番のためには7番の色で見た方が良かった。だから3つときゃよかったんだよ。こういうときに3つればいいんだよ、実は。村だったら負けでいいじゃん、別に3つればいいじゃん。3番の釣るの渋ってる4番だから死んだわけいいじゃん。まあいいや、4投票して。まとめたら3釣るわ。動画でも強靭に見えるわ。守りを入れてないんだよ。6番の守りが入ってないことなんだし、はい、進路なんでしょ、これ。4番は。ポイントは。20万%偽物です。まあ、ただそれはわかりませんよ、俺は。だけど、まあ、村が決めることなんじゃないの？村が決めることで、3釣っときゃいいものを。こういう日って3釣って2、4に占わせりゃいいんだよ。そうすれば、まあ今発言だと、2、7か4、5っていうのは見えるけどね。村直すとも。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは信じらんねえよな、2番って9番に投票してる人。2番の遺言を発表してください。いやいやいや、これは僕が先発ですね。僕がマジで先発ですね。ちょっと試合記録を見ようとして
投票どんなやったっけって見ようとしたら9番さんにタッチしてました。最後に。決戦投票慣れたのに。申し訳ない。これはマジで申し訳ない。マジで申し訳ない。4に入れてたけど、投票どんな感じだったっけって見ようとしたら9に入ってました。そうよね、多分。いやー、マジで失敗したな。4号と思います。1が強靭じゃないと負けです。はい。ちょっと待って、俺に入れたんだね。あ、3も入れてないわ。3も強靭あるか。だから3だって言ってんだろ !6、4、5。だからお前らは弱いんだよ。まあ、6番さんに言うんであれば。だからもう IQ 低いんだよ。強さ上げてもらわないと。肩白で釣れない騎士例の、実力なかったら格人外釣っとけ、まず。7番さんが狼で。だから言ってんだよ。もうマジで弱すぎんだよ。2の単体での今日3釣りって言ってんだろうよ、まず。4番さんもう、だから弱いんだよ、もうこんなの。4番がさ、占いしてることに違和感持たない占い師って俺も信じらんないと思うよ。あんなの強靭でしかねえのに、占うってどういうことよ。占い位置を見れば一目瞭然だろ、んなもんよ。で、5番さんに言われた。でも、とりあえず9番の隠しのマシンもひどいと思うよ。どうして4番が9番に白を囲ってると思ってんの。ね、何を描いて9占ってんのって話だけど、3占いもどうかしてると思うけど、はい、9占いの方も考えなきゃならないんだって、もうマジで弱いんだけどよ。人狼に気をつけてください。本当に霊能がやんねえわけにも立たねえっていう。だから言っただろ、3番釣れって。もう3番の釣るんだよ。それを釣れねえ霊能とかマジで弱いんだよ。強い村3釣るんだよ。でそれでいいんだよ別に。次の日3でもいいんだよ別に。あんつったら別に1人外釣れるからどこ釣ってもいいんだよ。グレーの下手すれば、グレーでも下手すれば。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番5番のプレイヤーが発言します。はい。4噛まれるんや。行くよ。あ、ニクロだよね。じゃあ、もう、すでに7番さん釣ってほしいんですけど、なんだろう。ニクロでしょ。もし2号ローだった場合って、私昨日、投票4番さんに入れればいいだけの話なんで、それでわかると思うし、なんだろう。まあ、7番さんに関しては、そんなに初日拾えてなかったんだよな、おかしいところ。まあ、1は釣っときたいっていう視点は同じだったけど、なんだろう。まあ、昨日について、多分2が釣られる流れだったから、急にその57のランでいいよっていうような発言をしたのかなっていうふうに思いますね。それで7番さんの黒分かってほしいってか。うん。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。4番シーンだったのこれ。いや、全然5、7怪しいよ。5番さんも7番さんも怪しいよ。4番死んだったのね。5番さんってヘイト買いたくない発言しかしてないんだよな。これは精査つかんな。巨人使用されたら困るなって。信じらんねえわ。2番って投票をなんかごまかすところ。3番さんに任せようかなと思っちゃうんだけど。2試合連続。ここに来て5番さんに入れるなんてないか。投票を。4、7あり得るみたいなこと言ったら、5番さんに入れるって変化。散々27つって2行って2クロだったんだから、それは変かな、3番さん。投票して57セサしたの。そうだよね。今決めれんだったら。5番さんの発言どう思うってとこなんだよな。5番さんはヘイト買いたくないような評価回収してるけども、どこにも入れたくない。シンプルに見れば7に見えなくもない。7でもいいんじゃないかなと思ってるけどな。2番さん、7番さん、ローで、俺は固まってはいるんだけど。全てこれを計算づくでやってんのか。あ、ロー狙いなら5、7だよ。だから6の言ってるのは合ってんの。でも1番がひどいから、あまりにも。発言こうなあまりにもひどいから、制裁の観点でも伝わる。気は1ミリもない。黒狙いなら7、5だよ、絶対。7番。7、5だよ。黒狙うなら7、5の方が黒狙いだから。いや、この人ってさ、2週連続で2番って投票がしなかったりするね。それがもう癖だね。投票しないとき人外だね、これ。投票変なとこに出てるとき。データは。俺もやけど、俺も沼ってる、出たみたいやけど、6番、霊能で生かされてるっておもろいな、6番。
めっちゃおもろいな。投票はちょっとチェックだな。9番投票でのプレイヤーが発言します。投票だな。投票が。6が残されてる理由、沼だからでしょ。沼だからっていうか違うと思う、ね。3の強人見抜けない6。やばいでしょ。3番って1に強塗りして、9番に強塗りしてんだから、3番が強人でしかないんだからさ。それは沼かもしれないけど。破り出して3番に合わせます、ね。4番が死んでしかないから、6番は残されてるよ。普通に自分で強人。なんかこの村は6にきついあたりしてるけど、3番の強人が見えないのは、やばいけど、2番が黒で、4番が死んだから4番を噛むしかなかった。見せたのだとしたら、人がいるってこと。普通は6を噛む盤面で、2番の黒を見せてもいい。番で2黒結果見せた場合って5が白黒1になるよね。6番よりも4番の方が優先度が高かった。6番が悪いというわけでもないシチュエーション。っていう深読みはある。まあ、いいや深読みはあるけど、落ち着こう。2番、7番、狼で7番が初日から4番のことを2万パーセント偽物。2日目。言うんかな。投票が変だな。ラストオルフの時もこの人変だ。人外の時変だ。しかも7番って初日にゴリ押しで1つ持ってってるでしょ。狼でそこまで大きく動いた場合って。いや、もうそういうデータだから。いや、ヘイト買うよね、7番って。って思うんだよね。だからずっとヘイト買わない動きしてんのって5番なんだよね。もうメタでもう人外っていう。で、ニクロ結果見せてるから私、5の方が気になるかなって思ってるけど。まあ3強人だから3の意見は聞かないし。3番。もうそれでいいんだよ。プレイヤーが発言します。ほらね、強人じゃないもん。強人って塗ったくってる9番さんが一番強人なんだって。遠慮なく7番行かせていただきますけど。だって2番さんに投票できてないのって7番さんだよね。今の論でいくと、9番さんの論でいくと、5番っていうのが2番とラインを切ってるっていう論になるけど、全くそんなことないからね。まあ、いっか。言うか。6番さんもさ、3番さんの発言を聞いて決めますって言うけどさ、俺ってマックス今日もありえるんだからさ、まあ、スムラなんだけど、6番さんちょっとそれに評価収されちゃうからやめた方がいいよ。そんな感じかな。だってニクロは硬いんだ、あのニクロは確定なんだから。でしょ？ちょっと7番さんじゃん。違う？あー。25ローローっていうのもあるのか。そうだね。え。そっか。キャッスが噛み抜かれてるから。対抗噛んでって感じ。そしたら確定で強人がいないと生き残れないよね、5番さんの狼だった場合って。これ何？俺発言最後？あ、そう。まあそんな感じかな。ね。一番さん強人で怒ってんのかな ?9 番がそんななんかあからさまに強人で俺に強人強人って塗ったくりゅって、多分強人ないんじゃないかなと思ってんだよな。村の時もういいじゃん、つってもふざけてるんだから、プレイが。うん、もう間違ったは通さない、この人は。ヒロシャンみたいな人だと間違ったは通せるけど、2番人間者はもうデータ上間違ったじゃもう済まないレベル音になるな。まあ、どっちかでしょう。好きな方行ったらいいんじゃない。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、まあ、そういうもんだけど、水ったやつ村人陣営の勝利です。ほら3番